では、よさこいの2部2曲目踊らせていただきます。地元イタコ市で、活動をしておりますいきいきイタコスポーツクラブイタコよさこい連と申します。私たちのチームは平均年齢65歳とかなり年齢の高いチームになっておりますけれども、健康に楽しくをモットーに、年齢を重ねましてもそれなりに、よさこいを楽しんで、踊っております。今年は震災や大きな事故があり心を痛めることも多いんですけれども、私たちの踊りでも少しでも皆さんに元気が届けられればなと思って、演舞をさせていただきたいと思います。今日の節分の日に、全ての皆様が、健康で、幸せに過ごせますように願いを込めて、踊りたいと思います。ご声援よろしくお願いいたします。Yes, sir.
がとうございました。